あとチャンネル。ウムルから箱をもらったけど、これは何の箱だろう。一回倒してみよう。中には一体何が入ってるんだろう。何かの楽器かな。とりあえず開けてみよう。へい。はー、絡まっちゃった。そっちの世界の扉開けるからちょっと待ってて。早速ウムルからもらった楽器を開封していきたいと思います。あと学んだんだけど、配信で開封するときは開封の儀って言うんだよね。確か。いくよ。それじゃあ開封。いい。ワクワク。どんな楽器なんだろう。ワクワク、ワクワク。ちょっと待ってて。今アトム力で開ける。はっ、これで開いた。じゃあ行くよ。ワン、ドーン。すごい。いろんな色の四角が重なってる。これはなんていう楽器なんだろう。よいしょ。じゃあ置きます。ドン。すごい。丸いのついてる。これで叩くのかな。もう一本ある。ウムルからこれで何か演奏してみてって言われてるから、あと頑張って演奏してみる。まずは一つずつ音鳴らすね。もしかしたら反対かもしれない。こっちだ。綺麗になった。それじゃあ早速演奏してみたいと思います。レッツゴー。今回はもうすぐクリスマスだからジングルベルを演奏するよ。
いから大きくするね。もう少しでお店に届くと思うから見てもらえると嬉しいな。2つ目、ドン、新しいお店のイベントが12月からスタートするみたいだよ。その名もビーバリーグって言うんだって。あとがどんなイベントか説明するね。このイベントはこれからウィクロスを始めるみんなにぴったりのイベントだよ。運営さんからはポイントはこの3つって言われたよ。1つ目、ディーバセレクション限定、ウィクロスを始めたばっかりの人にぴったりの店頭イベントです。今までウィクロスを知らなかった人でもディーバセレクションだけが参加できるから初めてでも安心だね。2つ目、参加してバトルをするだけで素敵な景品がもらえる。この後景品を紹介するよ。3つ目、おしるリーグでバトルができるよ。大会じゃないから気軽に参加してね。まずディーバリーグの参加方法を紹介するよ。参加方法は、開催店舗でディーバリーグに参加したいとお店の人に言ってね。ディーバリーグに参加すると参加賞として特製デッキケースをランダムで1つもらえるんだって。あともいっぱい欲しいから頭の上に並べてみる。カードジョッキー、ダイアグラム、ノーリミット、宇宙の始まり、見て見て。対戦方法は、1つ目、参加賞のデッキケースを持っている参加者同士で自由に対戦できるよ。デッキケースを見えるところに持っておくといいかもしれない。頭の上はダメだよ。対戦が終了したら、お店の人に報告しよう。シールを1枚受け取って、お店のディーバリーグポスターに貼ってね。ディーバリーグポスターはこんな感じ。ペタペタ。手にウムル貼っちゃった。月ごとに2000以上バトルできたらディーバリーグ特製ポストカードをもらえるんだって。詳しくはウィクロス公式ホームページに載るらしいからチェックだよ。お友達とバトルに参加して素敵なウィクロスライフを送ってね。そういえばウィクロスを楽しんでる人のことをウィクジュって言うらしいよ。あとも、お友達のみんなとウィクジュしたいな。おしまい。埋もれてみた。